今回の散歩部は車で移動。 F1 ラスベガスグランプリ2023開催決定記念です。コースも発表されてます。こちら楽しみで仕方がない。を下見してみましょう。バージンホテルの近く、この辺です。右手ちょうど今フラッグが立ってるところ、ここがスタート地点。今は何もないところなので、ここをくねくねと曲がるコースになります。コースレイアウト今出てきてますけども、顔の赤い線くねくねと曲がってます。ここからがスタート。周りにはいろんなホテルがありますよ。ここなんてベランダ付き、目の前でスタートを見れる。穴場かな。もう予約取られてるかもね。その奥がシグネチャー、これもこちら側だったらベランダ付きなんで見れる。その奥のこのマリオット、ここはベランダがないな。その他もベランダがないところばっかり。F1 ラスベガスグランプリ2023スタートです。どこか見やすい場所探してみましょう。さあスタートです。ここはオーバルレーンという道、メインストリートのストリップから一本裏の道、左手の方にストリップ街のホテルが見えます。ただ正面の方、ウィン、ウェスティン、そしてエリスアイランド、このホテル穴場じゃないですか。特に右手見えてるエリスアイランド、ここなんて目の前、かなりスピードが出てるところですよ。画面左手に少し見えてるハイローラー観覧車ですが、ここからだとちょっと限定的なものしか見れないかもですね。いやでもこの直線 F1 が走るっていうだけで想像つかないな。興奮する。この直線を F1 なんで200キロから300キロ近くまで出るわけでしょ。どれぐらいで走っちゃうんだろう。左手にベネチアンホテルパラッツォも見えてきました。ここもいや、なかなか見通しはいいのかもね。ただやっぱりベランダがないと F1 を音が聞けてなんぼじゃないかな。さあこの直線ずっとずっと行くと、右手の方に見えてくるこの球体の建物、ここをくるりと回るコースになってます。この球体の正体はマジソンスクエアガーデンソフィア、ラスベガスにできる新しい紹介場です。ちょうど左手上のこのレイアウト、この辺を今走ってます。曲がったばっかり。左手にこの MSG ソフィアを見ながらくるりと回っていくコースになってます。まだまだ工事終わってませんけども、当日はここも素晴らしいコースの一部になるんでしょうね。いやこの辺は視界がいいんで、結構いろんな観客席立つんじゃないんでしょうか。くねくねと曲がる、まあ試験員ですね、 S 字コーナー、そのようなコース通りになるのでしょうか。ちなみに奥の方に見えてるのはもうオフィス街。この辺のオフィス働いてる人、当日はずっと会社にいるんでしょうね。ちなみに F1 ラスベガスは夜開催という予定になってます。この辺まで来ると新しくできたリゾートワールド、そして先ほど言ったウィン、アンコール、この辺の部屋からもよく見えるのか。いやなかなかいいコース作ってると思います。いろんなホテルから眺めることができるように誰かが設定したんですかね。さてここ当日は左折になります。 MSG ソフィアを左手に見ながら、正面にはパラッツォ。ああこのコースはパラッツォ目の前で見れるんだ、いいね。
のまままっすぐ行ってメインストリート、ストリップストリートの方まで抜けていきます。ここからだとベネチアンからもよく見れる。この手前にあるベネチアンのエクスポコンベンションセンターも、いや、ここはメディアの控え室とかになるのかな、結構いい場所だと思います。右手にはウィーンホテル、ちょっと斜めか。さあスタートして、ここもずーっと行きます。コースはちょうどこの辺、今ちょうど半分ぐらいでしょうか。このまままっすぐ行って、お、ここはちょっとくねくねと曲がるんだな、面白いね。そしてメインストリート、ストリップストリートに出ていきます。でもこのままメインストリートに入るわけでしょ。 F1 なんで1週間ぐらい予選も含めると、ここが通行止めになるんでしょ。やっていけるのかな。モナコグランプリみたいにはいかないと思いますし、さあその辺はどうするのでしょうか。もちろん観客席も作ると思うし、もちろんお金もかかると思います。さてその辺はどのようにオペレーションするんでしょうか。そこもやっぱり楽しみですね。今回成功した暁にはぜひ毎年ラスベガスグランプリやってもらいたいな。さあここからがメインストリート、ストリップストリート。このカーブ盛り上がるだろうな。 TI ホテル、いい場所じゃないですか。ここで結構抜いたり抜かれたりあると思いますよ。ここからスピードアップして直線に入っていく。そしてこのストリップストリートの約3分の1を直線ストレートコースとして使う。いやー、想像つかなかった。すごい。目玉のホームストレートって言うんでしょうか。メインストリート、ストリップストリート、ここから直線入っていきます。もちろん周りにはいろんなホテルが立ち並んでいます。ここを200キロから300キロ一気に加速して走り抜けるんです。観客席もいっぱいできるんでしょうね。地図で言うとちょうどこの辺です。ここまで来ると右手にミラージュホテル、左手がベネチア。もちろん運転中は見る余裕はないと思いますが、ドライバーもこういうところを走る、飽きないんじゃないんですかね。どうなんでしょう。 F1 は世界中を転戦をしているものなんですけども、こういう市街地コースだったり、ちゃんとコースを使ったレースだったりと2種類あるんです。今回はもちろんこの市街地コース、道はちょっとデコボコしてるままなんで、これも改修をするんでしょうね。F1 用に。モナコグランプリ、市街地レースでは有名ですが、あそこは一体どうやってるんでしょうかね。いや、その辺準備段階から楽しみですね。さあ今回はもちろん下になので信号はちゃんと捕まります。渋滞もちゃんとありますので、なかなかストレートコースのようにスピードアップはできませんが、有名なホテルどん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 過ぎ去っていきます。左手ハラスホテル、リンク見えてきました。そして右手がシーザースパレスホテルです。実は過去にラスベガス数回だけ F1 をやったことがあるらしいんです。その時はシーザースパレスが主催だったということを聞いています。もちろんレース中はこんな渋滞はないと思いますけどね。シーザースパレスホテル、あ、コロッセウム見えます。来年の今頃誰が歌ってるんでしょうね。左手はリンクホテル、リノベーションしてなかなか綺麗になりましたね。さあここから直線、本当は渋滞なく進んでいきたいんですが仕方がありません。さあ動き出しました。こ
こからまたスピードを上げていきましょう。正面の方見えてきましたパリスホテル、これも当日はなかなかのポイントになりますね。とその前に左手フラミンゴホテル、いやここを作ったバグジーシーゲル、まさか目の前を300キロの F1 が走るなんて到底思わなかったでしょうね。フラミンゴホテルをこの手前のバーレストランはいいかもね、穴場かもしれません。シーザースパレスはオムニアがあります、クラブですね。ここなんてなかなかの VIP 会場になるんじゃないでしょうか。さあ車が動き出します。ここからまたストレートコースを行きましょう。見えてきますよあのホテルが。いやこのストレート本当何秒ぐらいで F1 のマシンは走るんでしょうか。地図で言うと今赤い線見えますか、ちょうどこの辺を走ってます。正面パリスホテルエッフェルタワー見えてきましたね。あそこからも見れるんでしょうね当日は。あ、左手クロムウェルありますね。ここは屋上がクラブになってるのでそこからもなかなかいい景色で見れるかも。ここは結構穴場でしょうか。さあ左手バリーズパリース、そしてコスモポリタンベラジオ、中央の中央フォーコーナーに入ってきました。バリーズはちょっと奥の方にあるので見にくいのかな。パリスホテルもエッフェル塔、そしてその下にあるレストランなら OK。 ベラージオか、ベランダがないのでどうなんでしょう、音が聞こえない分ちょっとマイナスなのかな。ただコスモポリタン今回はここがおそらくナンバーワンスポットになると思います。というかもう予約いっぱいなんじゃないかな。フォーコーナー抜けてきまして右手ベラージオホテル、あ、ちょうど噴水ショー始まりましたね。当日も噴水ショーやってくれるのかな。噴水ショーの目の前を F1 が走り抜ける、かなり貴重な写真映像が撮れると思いますね。いやー本当に楽しみ。パリスベラージオこの間の道を通る、いやーすごいと思いますよ。おそらくテレビクルーはこの辺に退去して設置をするでしょうね。右手見えてきましたコスモポリタン、ここはベランダがあるんですよ。なんで音も入ってくる、もちろん見やすい、間違いないですね。プラネットハリウッドパリスホテルエッフェル塔、ベラージオ噴水ショー、ここを F1 が走る姿多分日本のメディアでも数多く取り上げられると思います。さあ再開です、もうすぐゴールですよ。コスモポリタンプラネットハリウッドの間を抜け次の信号、ここを左折します。奥の方にアリアホテルの看板見えてますけども、アリアはちょっとしか見れないのかな。その奥にあるパーク MGM ホテル、そして MGM グランドホテル、ニューヨークニューヨークルクソール、そしてマンダレーベイホテルはなかなか F1 は見れないかもしれないですね。逆に選手とかはそういう離れたホテルに泊まってるかもね。さあ車が左折します。ここはなかなかのカーブですよ、90度カーブ。ハーモンに戻ってきました。ちょうどここのカーブ最後の直線って感じでしょうか。正面にマリオットホテル見えてきます、グランドシャトーですね。
そして左手がエララホテル。この2つ、ここもなかなか穴場でしょうか。ただこの2つのホテルもベランダがないんですね。音が聞こえないという部分でマイナスなのかもしれません。そして見えてくるのが正面の右手、シグネチャーホテルですね。これは MGM グランドホテルの敷地内になります。ここはなんとベランダがあるんです。ということは音も聞こえるということで、なかなかいいんではないでしょうか。今上越えていきます。モノレール、モノレールはダメですね。そのタイミングじゃないとなかなか、いやでも何回か乗ってみるのもいいかもしれないですね。いい角度、いい高さですから。右手トップゴルフ、ここも結構穴場かも。さあ正面戻ってきました。ここで一周こういうコースになりました。それでは皆様に一周スムースに F1 のスピードで見ていただきましょう。それではほぼほぼ F1 のスピードっぽく見ていただきました。なかなかいいコースでしたね。では2023年 F1 ラスベガス、皆様お楽しみに。次回もまた。